犬飯チャンネル。皆さんこんにちは。突然ですが、本来犬が母親にしか見せないと言われている行動を飼い主さんにしていることがあるということを知っていますか？実は犬は信頼している飼い主さんのことを母親のように思うことがあり、そう思っている人にしか出ないある行動があるんです。愛犬が飼い主さんのことを母親のように思っている場合、驚くほど深い愛情表現を見せてくれます。もしこの行動を知らないでいると、愛犬からの愛してるのサインに気づくことができず、愛犬に寂しい思いをさせてしまうことがあるかもしれません。今回は犬が母親だと思っている飼い主さんに見せる行動を6つ解説していきます。愛犬の行動に隠された気持ちを知りたいという飼い主さんや、今はワンちゃんを飼っていないけれど昔飼っていたことがある方、またはこれから飼いたいという方、そういった皆さんにとって絶対役に立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。本題の犬の行動をお話しする前に、とても大事なことをお話しします。皆さんは一体どういう人が愛犬から母親と認識されると思いますか？犬が特定の誰かを母親と認識するにはいくつかの要因があります。食事や散歩、トイレなど日常的なケアをする、愛犬へのケア、訓練を行う、一緒に遊んだり、アイコンタクト、キンシップなどを多く行うなど、これらの行動によって愛犬はあなたへの信頼感を強め、リーダーと認識し、まるで母親に持つような強い愛情を感じるようになるとされています。それではそんな母親のように思っている飼い主さんにだけ愛犬が見せる行動を見ていきましょう。まず一つ目は、布団やベッドで寝るときに愛犬がくっついてくるという行動です。その昔、もともと犬が野生だった頃は、子犬は洞穴の中で母犬にぴったりと寄り添って寝ていたとされています。これは犬が安心感を求めて起こす行動で、母犬に守られているように感じるのだそうです。今もその野生の名残で、母親のように思っている飼い主さんには本能的に体を近づけて寝たいワンちゃんが多いようです。また体のどこをくっつけて寝ているのか、そして寝る位置でも愛犬の気持ちを察することができます。例えば背中やお尻をくっつけてくるのは、あなたを完全に信頼している証拠です。野生で暮らしていた犬にとって、相手にお尻や背中を見せるというのは無防備な急所を見せることになるからです。また犬の祖先の狼はリーダーを守るために足元で寝るという習性があったように、愛犬が足元で寝る行為は母親のように慕う飼い主さんに何かあれば守りたいという気持ちの表れになります。寝る時のちょっとした仕草にもそんな意味が隠されていたということがわかると、さらに可愛く感じてしまいますね。二つ目は、愛犬がお腹を見せてくる行為です。エソテンとも言いますが、この仰向けになり急所であるお腹を完全にさらけ出す体勢は犬にとって最も無防備な姿勢であり、完全な信頼の証です。母犬は愛情表現の一つとして子犬のお腹を舐める習性があり、犬にはそれが本能として残っています。母親のように信頼する飼い主さんにお腹を撫でてほしい時に、愛犬はお腹を見せてくるのです。あなたに対する信頼と愛情深さが伺えますね。お返しに思いっきり撫でてあげましょう。とは言っても、なかなかへそ天をしないワンちゃんもいると思います。お腹を出すこと出さない子、犬にもそれぞれ性格や個性があるので、無理はさせずにその子に合わせた接し方をしてあげてください。3つ目は、飼い主さんのことをじっと見つめる行動です。無駄な瞳でこちらを見つめてくる愛犬と目が合うのは幸せを感じる瞬間でもありますよね。ただ見つめてくるだけでなく、飼い主さんの目の前にわざわざやってきて詰めてくる子もいます。詰めるという行為は通常他の動物だと敵対的な行為として認識されますが、犬はまるで人間のように愛情行動として飼い主さんを見つめる行為を行います。愛犬と見つめ合うと、飼い主さんと愛犬両者の脳内で幸せホルモンオキシトシンが分泌されます。オキシトシンは親子の間の絆を形成するのに重要なホルモンで、愛犬との飼い主さんの絆をさらに深めてくれる効果や、安らぎホルモンセロトニンを分泌させ、ストレスホルモンコルチゾールを抑えてくれる効果が立証されています。犬が飼い主さんのことを母親のように思うだけでなく、私たち飼い主側も愛犬を我が子のように感じるのには、そういった理由があるんです。研究によると、愛犬と詰め合う時間が長いほど、オキシトシンのレベルが高くなり、そこから撫でる、
る、話しかける、遊ぶなどのポジティブな行動を増やすことで、オキシトシンの分泌がさらに促進されていくことが分かっています。愛情や信頼の表現以外にも、見つめるという行為には、おねだりや飼い主さんを観察していたりなど、いろんな意味が考えられますので、様子や状況をよく観察し、愛犬の気持ちを汲み取ってあげてください。愛犬が穏やかな表情や笑顔のような表情で見つめてきたら、飼い主さんもしっかりと答えてあげることで、お互いに幸せな気持ちになれます。ただし、構いすぎると分離不安症など逆効果を招いてしまいますので、適度な距離感を持って愛犬に接することを心がけましょう。我が子のように可愛い愛犬にはずっと元気でいてほしいですよね。愛犬の健康を考える上で、普段から取り入れる食事は非常に大切になってきます。そこで公式 LINE にて愛犬の悩みに合わせた様々な手作りレシピをはじめとするレシピ30選の豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。4つ目は飼い主さんの顔をペロペロ舐めるという行動です。犬は子犬の頃に母犬から顔を舐められることが愛情表現であることを学んでいて、その名残から愛情を求めるサインとして飼い主さんの顔を舐めることがあります。犬が顔を舐めることは本来母犬にする行為なので、あなたの顔を舐めてきたということは母親のように慕っている、安心できるというサインになります。飼い主さんはこの行動を嫌がらずに優しく受け止めてあげることで、愛犬との絆をさらに深めることができます。ただし、愛情表現として舐めてくる行為は飼い主さんにとって嬉しいことである反面、犬は普段自分の汚れなどいろいろなものを舐めています。特に口元や水口などは感染症のリスクが高まりますので、舐められた後はきちんと雑菌を洗い流すようにしましょう。また、犬の舐めるという行為は、愛情表現だけでなく、食べ物をおねだりして甘えている時や、飼い主さんの顔や口からいい匂いがする時、注意を引きたい時、ストレスや不安を感じている時にも見られます。愛犬が顔を舐めてきたら、注意して様子を観察してみましょう。5つ目は、愛犬が飼い主さんの服や持ち物の上で寝たり、持ち去ったりするという行動です。犬の嗅覚は、人間の嗅覚の数千から10億倍ほど優れていると言われています。そんな犬たちは飼い犬の匂いがするものに安心感を感じ、リラックスすることができるのです。いたずらとして問題視されてしまうこともありますが、飼い主さんの服や持ち物の上で寝たり持ち去ったりするという行為は母親の匂いを求めるサインでもあると考えられます。特に飼い主さんの匂いがしっかりついた脱いだばかりの服や靴下を好むワンちゃんもいるようです。飼い主さんの匂いで安心するという犬の習性を活用すれば、お留守番など愛犬が寂しい状況の時に少しでも安心する効果を狙うこともできます。ただし、飼い主さんの注意を引きたいという場合や物への所有欲から行動を起こす場合、また分離不安のサインとして見られるケースもあるため、愛犬の様子を観察しながら適切に対応するようにしましょう。3つ目は、トイレをしたらすぐに知らせに来る行動です。生まれてすぐの頃は母犬が子犬の排泄物をきれいに舐め取り排泄をさせていて、そこから成長すると子犬の排泄のサインに応じて母犬がトイレをさせるようになります。本来群れで生活をしていた犬にとって、トイレを知らせる行為は飼い主さんのことを群れのリーダーや母親として認識している行動とも言えます。そして愛犬は飼い主さんから褒められたり撫でられたり、ご褒美がもらえるなどの好意的な反応や、トイレを片付けるなどのサポートを期待していると考えられます。こういったさまざまな要因が組み合わさり、愛犬がトイレを知らせに来ますので、飼い主さんはこの行動を受け入れ適切に反応することで愛犬との絆をさらに強めることができます。いかがだったでしょうか。なんでこんな行動をとるのかなと疑問に思っていた仕草も、実は愛犬の飼い主さんへの愛情から来ているものがたくさんあるんです。愛犬からの大好きサインを見つけたら、飼い主さんからもたっぷりの愛情で返してあげてくださいね。今日は犬が母親だと思っている飼い主さんに見せる行動を6つ解説しました。ここまで聞いてくれた皆さんは、自分の子供や家族のように大切なワンちゃんにと、健康で元気でいてほしいと願っている方ばかりだと思います。大切な愛犬の健康を守り、長生きしてもらうためにも、私たちは飼
主さんにもっといろんなことを知っていただきたいと考えています。この犬めしチャンネルでは愛犬の健康対策に関する情報をはじめ、様々な食事レシピも配信しており、公式 LINE にて皆様のワンちゃんが健康でいられるよう愛犬の手作りご飯レシピ30選をはじめとする豪華特典をプレゼントしておりますので、ぜひ概要欄から受け取ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の感想や気になるテーマなどがあればコメント欄にてリクエストをお待ちしております。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をしていただければ動画投稿の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。